経験12級の問題ですこれ私が作った問題です。でこれ訳しましたので、えっと、まず日本語から読みましょうね。はい、オーガニック食品。最近オーガニック食品に興味を持つ人が増えています。オーガニック食品は栽培に自然な方法を採用しています。悪いものが含まれていないため健康に良いです。しかしオーガニック食品は 生産コストはまだ高いため、まだあまり普及していません。じゃあ英語を読んでいきます。これ音読だからね。本番でも音読しますね。二次面接ね。じゃあいきます。Organic。あれさっき英検準二級って私言いました。言いましたよね。<laughs> じゃあいきます。ここでいきます。One, t w Organic Food。ちょっと待って、Organic じゃないよね。ちょっと待って。ちょっとアクセントちゃんと確かめてみようね。どうなんだろうね。 これでってみようか。え、もうで。オーガニック。えっと、あ、ちょっと待って。これか。あ、逆か <laughs>。逆だね。あ、ちょっと待って。今のでも大丈夫だね、これね。オーガニック。あ、ここで。あ、出てきて出てきたオーガニック。オーガニックですね、やっぱりね。 日本,語とこれ日本語になってるのって間違えるよね。だいたいね。ギターだってギターって言っちゃうもんね。ゲターって発音するんだけど、本当は。オーガニックフードですね。でもあんまり気にすることないから、ね、Organic f o って言っちゃっても、そんなに原点はないですえあの。なるべくだったらオーガニックって言った方がいいんですけどね。じゃあ行きましょう。はい、オーガニックフード。n o w a d a y s more people are interested in organic food in order to grow organic food uses natural ways. it is good for health because it does not contain bad things. however, organic food is still expensive to produce, so it is not very common yet. えー、これ読むんですけれども、えー、皆さんはこの字は見られません。でも一応練習なので読みましょう。According to the passage, why is organic food not very common yet? えっとね、According to the passage, not very common yet。あったね。こうね、こういうふうな難しい単語が含まれていることが多いので、これヒントだよね。ここに書いてあるということがすぐ見つかるから、なんか読むのには難しいなと思ったところが大体ね、 この問題になってますかということは、ここを言ってたから、質問で。ということは、この前の方のここら辺が答えだよね。えっと、まだ、えっと、あまり一般的じゃない。あまり売れてないっていう、えー、のはなぜですかって言ってるので、このそうっていうのはだからって意味なんですよね。だから、ここを読めばいいんだよね。でも、オーガニックフードっていうのをイットにしちゃって、イズだからこれね。ゼイじゃなくてイットですね。 It is still expensive to produce. まあ、えー、育てるのがまだお金がかかる。だから、えー、高いのであんまり買われてないということかな。えー、っとそして、これ2番の問題見きましょうか。か Now, please look at the people in picture A. Why are doing ごめん they are doing different things?、Uh, please Tell me as much as you can about what they me are much as as can you doing. これ毎回同じですからね。絵は描いてないんで、日本語だけちょっと読んでいくので、えっと、一緒に読みましょう。男性が写真を撮っています。少年が食事をしています。女性が食べ物を切っています。男性が箱を運んでいます。少女が何かを拾っています。この拾っているものが何かっていうのは、例えばゴミとか缶とか、それから花。 花の場合には、積むっていうのかな。それから、落とした鍵とかね。そういうふうに、いろんなことになるんですけど、えー、っとね、それが言えないとき、鍵だったらキーってすぐわかるからいいんだけど、例えばゴミとか、トラッシとか、ガーベージとか言う方、言い方はあるんですけれども、もし出てこなかったら、頭の中にね。そしたら、something、何か。これ使うといいかもしれません。something ね。じゃあ、読みましょう。A man is taking a picture. A boy is eating.A woman is cutting food.A man is carrying a box.A girl is picking up something. これ、拾っている。Picking up.Picking up ね。Easy picking up ね。No.Look at the man in picture B.Please describe the situation. で、その絵なんですけど、こういう内容ですで。読みましょう。彼は車でドライブに出かけようとしたのですが、 雨が降り始めたので困っています。で、これ英語にしますね。これちょっと難しいけど読んでみよう。He was planning to go for a drive in his car, but is in trouble because it started to rain. これはね、ちょっと無理だと思うんだよね。言えないと思います。これどうしようかね。もう少し優しくしましょうね。えー、っとね、あちょっと待って。このイントラブル、これね。 前言ったんだけど、私。He was in trouble にしよう。えっと、He was in trouble. ね。えっと、それでね、えっと、えっとね、He was in trouble. えっとね、そして、ドライブに行きたいんだけど、行けないから。まあ、でも、ここら辺のところはちょっと、えー、無視して、Planning to go for a drive なんて、これちょっとやめて、いンズカかとかねここ、ここら辺も。 やめて。He was in trouble. えっと。あ、ごめんごめん。んなんか違う音出しちゃった。違う音出しちゃった。He is in trouble. これ、わずになってるけど、いずにしましょう。ね。今、写真、この絵を見てるわけなんで。He is in trouble. 困っています。 困っていましたもんね。He's i in trouble because it started to rain. これでもいいんじゃないでしょうかね。ね。えっと、He's i in trouble because it started s to a r t e 出てこないかな。じゃあね、えっと、It is r a i n i n g にしましょうか。ね。えっと、It is r a i n i n g これだったらいいでしょう。It is rainy i n。はい、He's i in trouble because it is r a i n i n g 彼は、えー、雨が降っているので困っています。このね、車っていうのが多分絵に書いてあると思うんだよね。そうすると、そうですね。ここもう一つ言って、He wanted to go for a drive.He wanted to go for a drive.He's in trouble because it is rainy.、ね、ここにバットを入れたりするといいです。でも、But He's in trouble. こんな風にしてもいいよね。読んでみよう。He wanted to go for a drive, but he is in trouble because it is raining. ね。えっ、ー、と、その他にね、これバット入れなくてもいいんですけど、それからね、これ go for a drive っていう言い方。えっ、ー、とね、ドライブの代わりにここをウォークにすると、これ散歩に行く。そういうのも多いよね、きっとね。 これも読んおこうか。せーの。He wanted to go for a walk, but he is in trouble because it is rainy. これもあり得るよね。ここではドライブですけど。ドライブは車でドライブに行くってここに書いてありますけど、えっと、もちろん車で行くのはドライブだからね <laughs>、えっと。でも当たり前だからこれは車入れなくてもいいよね。He wanted to go for a drive でいいよね。まあ、そして、but he is in trouble because it is rainy. ね、これいいんじゃないでしょうかこれ wanted じゃなくて wants でもいいよこれ。今のと今、行きたい行きたかったんだけど困ってる行きたいんだけど困ってるどっちでもいいもんね。じゃこれもう一回見ましょう。He wants to go for a drive, but he's i in trouble because it is rainy えっとさらにもっと簡単にしたければ、えーっとえー、これ取っちゃってもいいんだよね。全部ね。 これ取っちゃって。He wants to go for a drive, but it is rainy. これでも構いません。これどうかな満点いけるかなこれで。満点は取れないかもしれないけど、ちょっと短いからね。でも、もちろん合格になります。完璧です、これは。これでいいんじゃないかなこれにしておきましょう。とりあえず。言います。Do you do any volunteer work in your free time? ボランティアやってますかってわけですね。じゃいいえの答えにして、いいえ、私は時間がありません。私は毎日バスケットボールをしています。忙しいんです。<laughs> じゃあ、これを英語にすると、No, I do not have time.I play basketball every day.I am busy. これ、I am busy を最初に言ってもいいよね。I am busy.I do not have time。もしくは、これ、これ入れなくてもいい。 あるいはこれ入れないで、この間に I am busy.I play basketball every day にしても構いません。えー、いろんなこの組み合わせがあると思います。この2つ入れたら一番すごいんだけど、2つ入んなかったらもうこれなし。もしくはこれなしでも構いませんし。順番もどうでもいいです。それがなんか会話ですからね。じゃこれ。Do you have any hobbies that you enjoy in your free time? 暇な時に楽しむし趣味はありますか であるっていうふうにいきましょうね。はい。そうするとね、Please tell me more って言われますから。えっと、もっと話してくださいって言われますから。私はゲームが好きです。毎日集盛りをやっています。こんな感じでいいんです。ここら辺のところはもうこういう名詞を使っちゃってね。集盛りでも、えっと、f o r ト n i g 何でも構えます。何でも構えます。スプラトゥーンでも何でもいいです。そのまんまここ、スプラトゥーンって言えばいい,い,いわけです。Yes.I like games. I play Atsumori every day.